こんにちは皆さん、今日はがんという深刻な課題に対する新たな希望、日本人の 99% が知らない奇跡の鶴人参についてお話しします。国立金沢大学附属病院で鶴人参ががんの治療に効果があると発表されました。いろいろなリウマチの薬や民間療法を試したが、どうせ治らないとリウマチの母は諦めた時に鶴人参と出会いました。がんに侵され絶望の人、医者に通っても治らない腰、手足の痛み、更年期障害、膠原病など感動の体験例続々。私たちの中で3人に1人が癌にかかり、その半数が癌で亡くなるという現実に直面しています。私の同い年のいとこも昨年癌で亡くなりました。今日は私がどのようにして鶴人参と出会いがあったのかお話をしたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と通知設定をお願いいたします。この動画がいいなと思ったら高評価をお願いいたします。よろしくお願いいたします。鶴人参の続きです。手に何かの葉っぱが触れた。タバコを吸っていたらタバコを持たない手に小さな植物の葉っぱが触れました。なんだ、なんとなく見てみますとものすごく小さいけれど鶴人参のような十字の4枚の葉っぱです。その小さな葉っぱをなんとなく揉んで匂いを嗅いでみました。鶴人参の独特な薬臭い匂いがしました。以前鶴人参をインターネットの業者の方に通販で少し譲ってもらったことがあります。通販の中でも一番安価、それでも50万600グラム入りで1万円でした。でした。その業者の方は取り立ての鶴人参の根と少量の葉とズルを送ってくれました。鶴人参をホワイトリカーにつけるには1週間ほど天日に干します。ホワイトリカーにつけた後は鶴人参の独特な薬臭い匂いは消えてしまいます。その業者の方が送ってくれた時、鶴人参の独特な薬臭いが鶴人参の根と葉とズルから発せられる匂いでした。鶴人参を取っている人はその独特な薬臭いで鶴人参のある場所がわかるということが、インターネットで鶴人参を調べている時に書いてあったのを思い出しました。私はその匂いのするズルを伝っていき、根のありそうなところを掘ってみると小指の半分くらいの小さな鶴人参を掘り当てました。この山には鶴人参がある。観音様のおかげで鶴人参を発見。その時に母と私が小さな頃から信仰をしている真言密教の観世音菩薩様の姿が顕現した感じがしました。私は小さな頃から都会育ちなのです。急に一日だけ山に入っても幻の鶴人参など絶対に探し当てることはないのです。しかしその日の最後のタバコの一服で観世音菩薩様の導きで鶴人参を発見することができたのです。これは母親の病気を楽にすることを願って探した鶴人参を観世音菩薩様が示してくれたと思います。その後貴重な鶴人参をいろいろな山で見つけることができ採取しました。当時は主に母にあげていただけで、私と不動産の社長は需要競争のために飲みました。インターネットで鶴人参の効能を調べましたが、その時私は健康で需要競争によく効くことしか興味がありませんでした。私は需要競争では身体があまり疲れなくなりましたが、鶴人参酒を毎日飲むことはなく、たまに気がついた時に飲んでいました。私が重度の脳出血で倒れる、私が倒れ家の中がめちゃくちゃに、半年後私は重度の脳出血で倒れ、右半身が全く動かなくなり、ベッドに座るのも介助が必要となりました。そしてうーとしか会話ができない失語症になりました。私が入院中の症状は重く、失語症で話ができないことで、なぜか突然妻と市役所職員に裏切られ、勝手に離婚届を出され、私の知らない間に離婚が成立していました。失意の時に、母親は入院中の私のところに通ってきて、洗濯物や妻の代わりに主治医と治療の方針などを話し合ってくれました。まだ母は難病である関節リウマチが完全に治ったわけではなく、足や手がこわばり、痛くなることが多かったのです。しかし、鶴人参酒を飲み始めてから、良くなったのも事実です。母の難病リウマチが寛解しました。その後2年で、なんと母のリウマチは完治しました。関節痛などの症状が消え、血液検査などの根も正常に戻った状態を寛解。寛解と呼びます。それと同じ頃に夜のトイレにも行かないで済むようになり、睡眠不足は解消しました。あと母親は40歳代から血圧が高く、上が18200mmHg、下が11130mmHg ありました。血圧の薬だけでも30年以上飲み続けていて、最後の方はかなり強い血圧の薬を処方され、その薬を飲むようになりました。その頃、母は1ヶ月に12回ぐらいの頻度で、高血圧症の時にあるような、夜遅くまで首から頭にかけて、血が頭の方上がってくるような感じ、心臓がドクドク音がするような感じがして、
寝られないと私の家に電話がありました。救急車を呼ぶことはなかったものの、それに近いことで何回か電話がありました。鶴人参酒を飲み始めてから血圧がなんと 120mmHg、 80mmHg の正常値になりました。今まで医者から処方されたリウマチの薬、医者から処方された血圧の薬をやめて鶴人参酒を飲んだら寛解しました。これは奇跡です。もちろん母の身体から嫌な死臭のような匂いもしなくなりました。効果には個人差があります。最後に、鶴人参という奇跡の植物が癌をはじめとする多くの疾患に対して治療の永続的な探求の証となり得ることを皆さんに伝えたいと思います。この情報が癌と戦う人々やその家族にとって少しでも光となりますように。今日は日本人の 99% が知らない奇跡の鶴人参についてお話ししました。この動画が皆さんの心に響き、健康と希望の種となることを願っています。シナリオは、癌という重大な問題に光を当て新たな可能性を提示することで希望を持ち続ける重要性を視聴者に伝えることを目的としています。次回も皆さんにとって価値のある情報をお届けできるよう努めます。鶴人参は全ての方に効果があることを保証するものではありません。効果には個人差があります。余談ですが、ダウンタウン DX 日本テレビ系列の番組内で勝俣邦和さんが鶴人参酒を紹介していました。勝俣さんは鶴人参酒の効能を大絶賛。勝俣さんは富士登山の前日に必ず飲むということで、この鶴人参酒を紹介します。これを知ったきっかけは、よく行く韓国料理店でおチョコ一杯提供されるのだそうです。ところがその一杯だけで翌日の富士登山が余裕だというのです。すっぽん酒やハブ酒よりも効果抜群だと熱く語る勝俣さん。その上、コップ一杯だけでも次の日鼻血が止まらないのだそう。その効果の素晴らしさに韓国料理店に頼み込んで一瓶譲っていただいたとのこと。その価格20万円。勝俣さんは鶴人参の需要競争がものすごく効果があるだけを紹介していました。しかし、鶴人参は癌に侵され絶望の人、医者に通っても治らない腰、手足の痛み、更年期障害、膠原病など感動の体験例続々挙げていただいております。鶴人参をもっと知りたい人があるならば概要欄にあるのでよろしくお願いします。韓国で100年仏の天然仏の鶴人参が300万ウォン、日本円で30万円で取引されました。韓国は鶴人参も高麗人参も天然仏はほとんどありません。韓国では 99% が栽培仏だそうです。私も日本天然産の100年仏を2本持っています。しかし、動画は安価で鶴人参を仕入れる方法も動画を上げていくようにします。では、バイバイ。